入試算数、解けたらすっきり面積の両問、おまけ問題付きです。始めましょう。図は円と正方形を組み合わせたものです。色部分の面積を求めてください。円周率は 3.14 とします。では解説をします。上図のように透析移動します。さらに対角線を消すと色部分はラグビーボール型が入った一辺10センチの正方形3つに集まりました。円周率が 3.14 の場合、正方形に内接するラグビーボールの面積は、正方形の面積の 57% になります。この理由は他の動画で説明していますので、概要欄の URL からご覧ください。ラグビーボールが 57% ということは、正方形の中の他の部分は 100-57 で 43% ということなので、本来の色部分の面積は上のようになり、129平方センチメートルとなります。おまけ問題です。半径5センチの半円を4つの直線によって5つの部分に分けます。ここで図の CDE は直線 AB を4等分する点です。また丸の印がついた4つの角の大きさはすべて45度です。黄色の面積の和から青の面積の和を引くと何平方センチメートルですか？この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、概要欄の URL からご覧になってください。